では激辛ジョニーです。今日もみんなの心に火をつけちゃうぞ。やってきました。はい、今回はですね、金沢県じゃない石川県の野々市市っていうんですかね、これは、わかんないですけども、石川県の大衆居酒屋センベロさんに、来てるんですけども、なんとですね、ここにはですね、激辛チャレンジメニューがあるということで、今回参りました。で、以前にですね、なんか死神カレーという激辛チャレンジメニューをやったんですけど、今回なんかそれを聞いて僕今回来たんですけども、なんとね、入れ替わってですね、今はなんか死神半麺というものが激辛チャレンジメニューとしてお店にあります。男性が10分以内に食べるとなんか完食特典がもらえるということで、見事ね、この10分以内に完食してこの激辛チャレンジを成功させていきたいと思います。行った人の感想をちょっと見ていきましょう。もうね、これはこの人夏行ったんですね。もう夏が終わりますが、センベロは常夏です。センベロ島の激辛料理を食べていい汗流しませんか。辛うまグランプリで好評だった地獄の唐揚げありますと。あー、なるほど。まあ確かにこういろいろなこう辛いメニューもなんか普段から取り扱っているそうなんですかね。はい、あと続いて2人目、野々市もうちょっと読み方わかんないですけど、野々市のセンベロ死神カレー復帰しとった。男性10分女性15分完食でチャレンジ成功。定食プレート半額チケット6枚もらえます。6枚かいと。辛いですが、カレーよりも揚げ物の熱さが最大の敵でしたと。おい、これ、まあ、この死神カレーはまだもうやってないんですけども、まあ確かに、大好評の感じですね。張り切っていきましょう。レッツゴー。早速中入ってきたんですけど、こちらありますね、死神半麺挑戦者もともとということで、これはすごいですね、いろんなものが入ってますね。なんかご飯、激辛ご飯の上に地獄のチョリスをやれ、激辛シーザーサラダ、フィッシュフライ、いろんな激辛タルタルとか、いろんなこのトッピングがなされてるんですけど、これを男性が10分、女性が15分以内に完食すると定食などが半額になるクーポン券を1枚プレゼントしますということで、一応注意事項なんですけども、混雑時などはお断りすることや時間をいただくことがありますと。挑戦者は挑戦前に誓約書に署名をお願いいたします。あらまあ、誓約書と。相当辛そうなんですかね、これ大丈夫ですかね。挑戦者以外が食べたら失格です。また席を立っても失格です。はい、こちら誓約書ですね。まああくまでこれ挑戦は自己責任ということですね。ありがとうございます。うわ、すごい大きい。じゃあ行きましょう。スタート。いただきます。センベロさんのお手並み拝見ですよと。行きましょう。じゃあまずサラダで行きましょう。なんかメキシカンみたいな。おいしい。おいしい。大ぶりな唐揚げ。卵がふわとろですね。チョリソボリュームありますよ、これ。あ、辛い。辛い。
サクサク、そばっけ揚げ、うまっ。なんかビーフシチューみたいな、合うわ。はい、記録がですね、4分39秒かな、これ何分だこれ、はい、残り55分41秒を残して、はい、ごちそうさまでした。それでは辛さレベルの発表していきましょう。大衆酒場さん、センベロの死神反面、辛さレベル、チャララララチャララ、辛さレベル5です。はい、非常にね、まあ、普段こう激辛メニューだとこうラーメンを食べる、ラーメンとか、カレーライスを食べることが多いんですけれども、まあ、初めてかもしれないですね、こういうなんか特殊なこのご飯ものの、激辛メニューというような。ただね、しっかりね、この辛い、もちろん辛いんですけども、さらにこのいろんなこう具材ですね、シーザーサラダとか揚げ物、フィッシュフライとかソーセージ、そういったものいろんな、ね、こう具材が入って美味しく食べれました。まあ、うま辛な一品です。はい、嬉しいですね。この同じこの丼の中にこう野菜も摂取できると。10分以内は切れたんで、完食特典のこの定食プレート半額になるクーポン券1枚、プレゼントとなってるんですけども、なんとですね、この動画を見た方先着1名様にですね、合言葉で激辛ジョニーの動画を見ましたと、店員さんに言っていただければ先着1名様で通常のご飯物のメニューが半額になるというのが受けられますので、先着1名様ですね。死神ハメは半額になりませんので、はい、これ以外のご飯物、はい、ぜひこの動画を見た方は活用していただければと思いますね。一応ですね、この今日食べた以外にもですね、いろいろこうカルビ丼やらローストビーフ丼、あと定食ですね、チキン南蛮定食とか、いろいろあります。大衆酒場でもちろん、アルコール、はい、お酒も飲み放題とか、各種を揃えてます。ドリンクメニューとかね、サワー系、チューハイ、ハイボール、いやこれね、いろいろ具材乗ってたんですけど、磯辺揚げが非常にこうサクサクの食感で、これ噛むとね、こう海苔の風味がふわっと口の中に広がって、これがちょっと一押しでしたね。こういろいろ食べても、まあ、もちろん全部美味しいんですけども、はい、っていう感じです。まあ、ちょっと詳しい解説は激辛ブログの方を更新しますので、ぜひそちらの方もチェックしていただければと思います。それでは本日もご視聴いただきありがとうございます。この動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。またね。